はい、こんにちは、空波です。はい、ここは実は空波の秘密の場所でございましてですね、島におけるいわゆる空波ベースの一つでございます。しょっちゅう空波が、こう立ち寄ってはね、休憩する場所です。通称、島のあのベンチですはい、島のあのベンチね。はい、本当にね、こう日中でもね、こう日陰になるんですよ、ベンチのとこがね。なんで、涼しいしね、夏でもいいです。本当にいいとこですよ。ぜひね、まあ皆さんにも来てほしいんですけれどもね、はい、来てほしいんですけれどもあまり来てほしくないっていう知ってほしいんですけれどもあまりこう知られてほしくないっていうね、はい、そういった場所なんですけれどもね。はい、まあそうですね、この映像を見て あそこかなっていうふうにね、思っていただいた方がいましたら、来ていただけるとね、まあ嬉しいかなと、はい、いうふうに思います。はい、ここのね、こんなベンチに、こう座ってね、こうしてね、ぼーっとするんですよね。最高でしょ。フォトブログのコメント欄っていうところがね、ちょっとこう空波自身もねよくわからないことが多いんですよね。で結構ね、動画の感想とかをコメントをしていただくのはすごくありがたいんですけども、そこをね一つこうなんか論争の場にしたりとか、なんていうのかな、それとかあとこうコメントがね、こう消えてしまう、反映しないっていうのかな、そういったようなことがね、最近非常に多いみたいで、皆様からね、そういったこうコメントが消えてしまったとかね、コメントが、入らないとかね、そういうような問い合わせいただくんですけどもね、まあ、それに関しては本当に申し訳ないんですけどね、空波が YouTube を管理しているわけではありませんので、なんともお答えのしようがないんですが、はい、まあ、ちょっとその辺をね、お詫びと、まあ、今そういうことがよく起きているということと、あとコメント欄でのお願いかな、はい、こんなところをね、まあ、お話ししていきたいなと思います。はい、ぜひね、こちらの島、はい、あのベンチ、はい、まあ、皆さんお立ち寄りくださいっていうか場所わかんねえよ島のあのベンチ、はい、から、お送りいたしましたっていうかこれからお送りするのかすいません。はい、まあ今ね、ちょっとお話をさせていただいたんですけれども、まあ基本ね、基本的にあの空波のね、空波チャンネルにおいては、コメントをいただいたものに関しましてはですね、まあ基本的にはですよ、基本的にはお答えするようにしています。まあ、ただこれ全部が全部できているかといえばね、そうでもないので、お答えできてないものに関しては本当に申し訳ないんですけれども、まあ、できうる限りね、返信をしたいなというふうに空波は思っておるわけなんですけれども、はい、まあ、ただね、そんな中で最近ちょっと多いのが、そうですね、まあ、書いたコメントが消えるというか反映されない、というかなくなったというかね、そういうようなお問い合わせをね、いただくことがあります。はい、でこれねちょっと僕もねよくわかんないんですよ。で明らかに、これ、そうですね、管理者である僕が消すっていうパターンもあります。はい、これは間違いなくあります。なので、僕に、消されてる場合っていうのもまず一つは、まあ、原因としてあります。はい、ただまあ、僕が消すパターン、はですね、明らかに、これは、まあ、第三者、ないし私に対する、攻撃的な、文言であるという場合ですね、まあ、これに反論、もしくは言い返した場合、まあ、言い合いというか喧嘩というかね、わけのわからない状態になると思われるような書き込み、まあ、こういったような場合は、その波消しちゃう場合が当然あります。まあ、これは当然このチャンネルを管理しているのは私ですからね。はい、私にその権限があると思ってます。はい、ですので、そういったようなことに関してはまず消される可能性があるということが一つでも、そういったようなことは書いてないよと、はい、いう方、これね、なぜだかは私もわからないんですけれども、まず一つはですね、空波の場合、当然そのなんていうのかな、あまり好ましくないというような言葉が含まれている場合ですね、それに関しては一旦保留ホルダーっていうのがあるんですね。コメント反映せずに
にその波が出すか出さないかを判断、するっていう、まあ、保留ホルダーっていうのがあるんですよ。そこに入ってる場合があります。でこれがね、そこに入ってる場合ね、反映するまで僕が反映するっていうボタンを押さない限りは反映されないんですよ、はい、ですのでそこに入ってしまっている場合はちょっと待っていただければね、反映する可能性があります、はい。でまあ、ただそうですね、その実際そこの保留ホルダーっていうところに結構皆さんの、ね、コメント入るんですけども、ほとんどのコメントがですね、これ一体何が問題なのかっていうのがわからないコメントばかりなんですよ。これ一体何がこうグレーなのわけっていう風に思う書き込みばかりでですね、僕も実際ちょっとその辺は何とかしてほしいなって思っておるところです、うん。でおそらくはそれ以外の場合ですね、それ以外の場合、YouTube さんの方で、そのコミュニティガイドラインっていうんですかね、はい、そういったようなものがおそらく一定のものがあって、それに反する書き込みというのはおそらくその空波の保留ホルダーにも入らずして、まあ、削除というか消えてしまうという場合もこれあるんじゃないかなと思います、うん。まあ、でもそれはやっぱり相当なことを書かない限りはならないんじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、ただ空波の保留ホルダーの内容を見てると、これ何が問題なのっていうことがそっちへ言ってる以上、何かほとんど問題もないんじゃないかなっていう書き込みも、コミュニティガイドラインの方に何か引っかかってしまっているという可能性もなきにしもあらずなのかなというふうに、思っております。はい、あとは、これ空波ちょっと確認してはいないんですが、まあ、多くの方から例えばそのコメントに対して通報が入ったような場合っていうのは、YouTube の方が判断するんでしょうか、うん、これちょっとよく分かりません。もしくはそういった場合に保留ホルダーに入るんでしょうか、うん、これもねちょっと僕ね分かんないんですよ。その辺ちょっと いくつか、YouTube の、まあ、そういうなんていうのかな、そういう、まあ、クリエイターズなんちゃらっていうね、チャンネルを持ってる人が集まってるところでもう読んでみたんですけど、ちょっといまいちよく分からなくて、本当に申し訳ないんですけれども、あとは結構これあるらしいんですけれども、単にその YouTube の、まあ、不具合、バグのようなもの、はい、っていうことによって、書いたコメントが反映されないっていうことも、あるようですね、はい。なんでこのうちのいずれに、該当しているのかっていうのが、その保留ホルダーに入っているもの以外っていうのは、空波には分からないんですよ、はい、空波には分からないです。で、もしねコメントが消えたんですけどどうしたんですかって聞いていただくのは構わないんです。その都度、僕は分かる範囲では答えさせてはいただけるんですけれども、自分が消したものに関してはもうこれ僕消しましたよってはっきりと正直に言いますから、ただそれ以外のものっていうのはね原因を私に聞かれてもねこれごめんなさい分からないっていうのが正直なところなんですね、はい。ですので、今ねよくこう書いたコメントが消えるというような、ことをねもしかしたら思っていらっしゃる方、特に空波のねチャンネルの常連の方でもねそういう風に、消えてるよっていう方が何人かいらっしゃいますので、本当にねそういう方に対してはね、本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいなんですけれども、まあ、この部分に関しては、保留ホルダーに入ったもの以外っていうのは僕に決定権がないので、何ともしようがございません、はい。そこのところをね一つ、ご理解いただいて、まあ、今後もね、その消えた場合には、これが消えたんですけどどうしたんですかっていうのを聞いていただく分には構いませんので、ただ、そのことに関してね、空波の方には、そういう、こう決定権、もしくは、そういうなんていうのかな、調査権みたいなものはないと、いうことだけはね一つご理解をいただきたいなというふうに思います。でそれからですね、もう一つなんですけれども、まあ、これもねよくあって僕は困ってて、結構その方にね、まあ、コメントなりを入れる場合もあるんですけれども、これ一つ、ね、お願いしたいのは空波チャンネルの、コメント欄に関しては、
まあ、一つだけお願いしたいのは、空波の動画に対する感想を入れていただくのは、構いませんし、その動画に関連したことっていうのを、何か聞いてもらったりとかね、自分の言いたいことを書いてもらったりっていうことは、これは構いません、構いませんけれども、間違えないでいただきたいのは、何かその討論掲示板ではないんですよ、空波チャンネル そのコメント欄っていうのは。でそれやめてほしいです。あの討論をする場じゃないんですよ。で自分が正しい、相手が間違っている、自分の意見、相手の意見、これをまあ戦わせて、なんていうのかな、論破するみたいな、そういう場ではないということをね、一つ分かってほしいです。で、まあ特にね、こうコメント欄っていうのは、なんていうのかな、その動画を見て、感想を書く場所じゃないですか、どう考えたって。まあいろいろ、まあそういった討論をする場所とか討論の掲示板っていうのがあるので、そういうことをやりたければそこでやっていただきたいですね。はい。で僕ね、なんていうのかな、いわゆるそのよく言うでしょう、論破っていうのを大嫌いなんですよぶっちゃけ大嫌いです。で最近ね、本当になんかね、こうそういう論破っていう方ね、もしくはその論破王みたいな感じのね、本当にちょっとね、僕から見ると正直はっきり言っておかしいなって思う人、そういったような人を、やたらとこう、まあ、マスコミ、特に最近おかしいのはやっぱりね、ヤフーを含めてネットだと思いますね。その例えば、まあ、イニシャルでいきますけど H&H さんね、はい、H さんと H さんこの人たち、僕ね、おかしいと思うんですよ、この人たちって。おかしいと思ってるんです僕は。はい。で論破っていうのは相手の言ってることを言いまかすっていうか、そういうやり方ですよね。はい。僕はね、そういうことをする人っていうのは、なんだ建設的な話し合いができる人とは思ってません。はい。だから、そういうようなことをして、そういうような、まあ、ことをしてる人を、スカッとして気持ちいいというふうにね、思ってる人、そういう人たちは別にそれでいいと思うんですけど、僕はそういう人たちっていうのはなんだ建設的な話ができる人とは思ってないんですね。はい。ですので、しかもね、例えばですけども、法的にどうなのかとか、法的に何かを履行してないとか、例えば支払い命令を全部踏み倒しているとか、そういったようなことを平気でしている人たちっていうのを、なんていうのかな、そういう、例えばヤフーだったらヤフーで1日に、まあ、1件、その人のね、その人がこういったことを言っていたみたいなことを、出すのはいいんですけど、最近ね、おかしいのはね、1日にやっぱりね、2件3件、そういう、まあ、まるで国の総理大臣じゃないかっていうようなね、総理大臣がコメント出したんじゃないかっていうような、いうような感じで、そういう人たちのね、コメントとかそういうのを、そこに載せて、おりますけれども、僕はね、そういう文化、そういうことをする文化っていうのは、なんだ建設的ではないと思いますから、はい、破壊をするだけだと思ってますので、そういったようなね、ことっていうのは、まあ、そういうようなことをする専用の、掲示板があります。はい。討論掲示板、はい、もしくは、論破掲示板っていうのがあるのか僕は知りませんけれども、そういうところでやっていただくのは結構です。はい。結構ですけれども、少なくとも空波チャンネルの動画のコメント欄で、討論会はやめてください。はい。これに関しては、僕は削除をしていきます。これからも、はい。ここはそういう場ではないということだけはね、一つこう お願いしたいなと思います。まあ、当然、リスナーさん同士の、交流ですとかね、はい、そういったように関しては、動画のコメント以外であってもね、全く空波は消したりする、つもりはありません。だって建設的でしょ、リスナーさん同士の、交流とか、はい、そういったようなことっていうのは、で、そういったようなものに関しては消すつもりはありませんけど、本当に、まあ、討論、はい、そういったようなことに関してはたとえ書いてる内容が、まあ、おかしくなくても、はい、おかしくなくてもですよ、これに関してはおかしくなくても、空波は消しますので、まあ、そこに関しては、まあ、書くだけ無駄と、はい、いうことでね、認識をしていただいて、置いてもらえますとね、大変助かりますので、はい、まあ今日はですね、
そんな感じで、空波チャンネルのね、コメント欄、はい、ここに関して、まあ、最近、書いたことっていうのがちょくちょく消えてしまうよと、いうことに関しての、お詫びと、まあ、説明ですね、はい、それから、空波チャンネルのコメント欄においては、討論に当たるような、内容の書き込みは、ちょっとやめてほしいと、はい、いうお願いですね、はい、この辺を、まあ、一つの動画としてさせていただきました。冒頭のまあ、島のあのベンチ、はい、もし気になる方が、いらっしゃいましたらば、そうですね、あの五箇所、三重県の五箇所浦っていうところがあるんですけども、まあ、そこからね、若干、まあ、大気町側の方に走って、ちょっと行ったところだというところで、までヒントを出しておきますのでね、まあ、ぜひあの機会が、あって、行ってみたいなと思う方がいましたらですね、ぜひ覗いてみてください。本当に天気のいい時はね、のんびりするバイクで行ってのんびりするには最高のところです。まあ、空波よくあそこにね、あの Kindle とかを持ってってね、あの本を読んだりとかもしておりますのでね、ぜひ一度行ってみてください。もう、まあ、もしかしたら、稀にあの空波を発見することがあるかもわかりません。どうもありがとうございました。